シドニー・ウィックスは1970年代のプロリーグ NBA で活躍したアフリカ系アメリカ人の元バスケットボール選手。カリフォルニア州ロサンゼルス出身、カリフォルニア大学ロサンゼルス校卒業。ポジションはパワーフォワード、身長203センチメートル、体重102キログラム。UCLA の伝説的な NCWA トーナメント7。 連覇時代中期の中心選手として3回の優勝に貢献した後、1971年の NBA ドラフトで全体に指名を受けて、ポートランドトレイルブレイザーズに入団、新人王に輝く。10シーズンプレイした後、1981年に引退。アレクサンダー・ハミルトン高校卒業後、地元 UCLA への進学を希望していたシドニー、ウィックスだったが、 学力が足りなかったため、1年間サンタモニカカレッジに通い、1968から69シーズンから UCLA のバスケットボールチームに参加した。ルー・アルシンダー要する UCLA は前年の NCWA トーナメントを制覇しており、この年のトーナメントも優勝する。ベンチスタートのウィックスは平均7.5得点を挙げたが、 ほとんどの関係者がウィックスが有望な選手だとは思っていなかった。しかし名称ジョン・ウッデンだけは彼の秀でたアスレチック能力を見出し積極的に彼を起用した。1969年の優勝を最後にアルシンダーは大学を卒業。多くの人々は大スターのいない UCLA の3連覇を否定したがウィックスがアルシンダーの穴を埋める活躍を見せ、 1969から70シーズンは18.6得点11.9リバウンドの成績を残した。UCLA は周囲の予想に反してトーナメントを勝ち抜き決勝でジャクソンビル大学と対決。この大舞台でウィックスは221センチメートルの超身センターアーティスギルモアとマッチアップ。ウィックスは二回りも 大きいギルモアから5ブロックを決めるなどの活躍を見せ、チームを80から69の勝利に導き、UCLA は見事に3連覇を達成した。ウィックスは、大会 MVP にあたるモーストアウトスタンディング、プレイヤーと AP 通信選出のオールアメリカサードチーム、ヘルムズアスレチック財団年間最優秀選手に選ばれている。翌シーズンのウィックスも素晴らしく、 21.3得点12.8リバウンドを上げ、UCLA を NCWA4 連覇に導き、オールアメリカファーストチームと、全米バスケットボール記者協会及びザスポーティング、ニュース選出の年間最優秀選手に選ばれる。後に、UCLA は、ウィックスの背番号35を永久欠番に指定した。UCLA を卒業したウィックスは1971年の、 NBA ドラフトにエントリー。全体1位指名が確実視されていたが、どうしてもウィックスが欲しい2位指名権を持つポートランドトレイルブレイザーズは1位指名権を持つクリーブランドキャバリアーズに25万ドルを支払ってキャバリアーズにウィックスの指名を見送らせた。こうしてウィックスはトレイルブレイザーズから全体2位指名を受けて NBA 入りを果たした。 ブレイザーズの選択は間違いではないように思えた。ウィックスはルーキーシーズンの1971から72シーズンからエースとして活躍し、24.5得点11.5リバウンドを記録してオールスターに選ばれ、さらにルーキー・オブ・ザ・イヤーも受賞した。ブレイザーズは創部2年目の新興チームであるため、このシーズンも18勝64敗と大きく負け越したが、 ウィックスに、前年のルーキー・オブ・ザ・イヤー受賞者であるジェフ・ペトリーと、優秀な若手が揃い、将来を嘱望されるチームとなるはずだった。しかしこのウィックスとペトリーの中が、極めて悪くチームの主導権をめぐって二人は対立し、時にはメディアを通して案に互いを批判し合った。ゴーを煮やした球団フロントは二人を家族を連れさせて、イスラエルに旅行に行かせ、険悪な中を渡航した。 そこで事件は起きた。ウィックスが湖で溺れかけ、それをペトリーが救い出したのである。ウィックスにとっては不幸な事故だったが、二人を送り出した球団にとっては、目論見み通りとなり、この事件を契機に二人は打ち解けるようになった。しかし、皮肉にも二人の仲が良好な状態となった。時には、ブレイザーズの内情は手遅れとなっており、チームケミストリーは崩壊しかけていた。 1975から76シーズンには UCLA 出身の大物ルーキービル・ボルトンが入団し37勝45敗まで成績を上げるが目指したプレーオフ進出はならなかった。そしてシーズン終了後にブレイザーズはボルトン中心のチームを作るためにチームを刷新しレニー・ウィルケンズをヘッドコーチから解任してジャック・ラムジーを招兵。 そしてウィックスはボストンセルティックスに放出されることになった。なお、ペトリーは膝の故障でこのシーズンを最後に引退しており、そして皮肉にもブレイザーズは翌1976から77シーズンに初のプレイオフ進出を果たすと、一気に NBA ファイナルに駆け上がり優勝を果たしてしまう。ブレイザーズでの NBA デビューから4シーズン連続で、 平均20得点以上を記録してきたウィックスだが、ルーキーシーズンを頂点に、成績は少しずつ下降線をたどっていた。そしてセルティックスへの移籍を機に、成績はさらに下がり、そして1978から79シーズンにサンディエゴクリッパーズに移籍すると平均得点はついに2桁を割った。ウィックスはそのままフェードアウトする形となってしまい、 1980から81シーズンを最後に現役から引退した。NBA10 シーズンの成績は760試合の出場で通算12,803得点6,620リバウンド2,437アシスト平均16.8得点8.7リバウンド3.2アシストだった。NBA を去った後の1年間をイタリアで過ごしたウィックスは 母校の UCLA に戻り、ウォルトハザードの下で4年間アシスタントコーチを務め、その後は不動産業に携わった。ありがとうございます。